ギリちゃんですね。どっちで、多分これ勝てると思うんですけどね。インジケーター ZJP はこれですね。これになります。猫もあとこれな、負けちゃったら、ね、こうなっちゃったですね。消えちゃった。 NZJP ね、これね。これも上がって、これも上がってくるとね、僕安心だけね、会社とか今はね、組織とか団体とは全部負けてるからね。なんかお金だけ取ってるような感じがするけども、みんな死んでって、無能のごとくね、無能で働いてるって感じでね。で、結局人間たちの組織っていうのは働くのは全然プラスにならないね。一人じゃできないとか、団体じゃないとできない、人間の世界って言ったら猿というか下の生物だから、大変、逆に邪魔なんですね。私の生物は地球にいないからね。一生懸命宇宙生物をからかうんだな。
団体とやらないとダメかなんて言って、余計に悪いこと言ってる。人間のねってのは、下の生物にって仕事するのはね、どうしても動かさないといけない時ね、最初の時に人間の働くこととかやること、大きい会社ね、役所、大きい組織とかね、ちゃんと しっかりしてるようなところの組織はどんなことやってるかって、実際はやってないんだけど、まあそんな時だけでしたね。私の若い時非常に危なかった、人間たちだから、4番だから。悲しかった、ギリちゃんだったね。ギリちゃんって6040円。まあ今日のニットはこうですね。たったの1040円ですね、まだね。なんとか勝ちました。